ございます。高田キャプテンお願いいたします。皆さん本日もたくさんのご声援ありがとうございました。私たちは9月に行われるアジアカップに向けて4月から合宿を重ねてきました。今日の試合を含めてまだまだ課題はたくさんありますけど、1ヶ月後に向けて一つ一つ課題をクリアしていき、アジアカップに臨みたいと思います。そしてアジアカップの前に、男子がワールドカップがあります。日本一丸となって皆さんでぜひ応援しましょう。そして、私たちも4連覇がかかっているので、ぜひ皆さんで応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今高田キャプテンから日本一丸のこのワードも出てきましたが、最後にですね、高田キャプテンの掛け声でこの会場の皆さんで日本一丸コールで選手を送り出したいと思います。高田キャプテンが日本というので、皆さんは、選手の皆さんもそうですね、大きく右手の拳を突き上げるようにして一丸と大きな声をお願いしたいと思います。それでは高田キャプテン、よろしくお願いいたします。皆さん、電車の時間も迫っているので一発でお願いします。それではいきます。日本一丸。